アルスとはラテン語で技術、芸術、学問を表す。未来を開く飽くなき探求心がここにある。富山大学地の冒険者たち。未だ多くの謎に包まれている人間の脳、その謎に挑むのが工学部の田畑俊秀教授。医学博士でもある田畑教授は情報工学を切り口に人体の脳の研究を進めています。まだまだ脳には分かっていないことがあるので、それを詳しく調べて人工知能にしていったりすると、もっともっと新しいタイプの人工知能やロボットができてくるだろうということで、我々は新しいタイプの人工知能やロボットのヒントを探しているということになります。脳は無数のニューロンと呼ばれる細胞が集まってできています。このニューロン同士がシナプスと呼ばれる連結器でつながっていて、互いに情報をやり取りしています。情報の伝わり方は強くなったり弱くなったりし、これをシナプス可塑性と呼びます。シナプス可塑性が起こると脳内の情報の流れが変わり、新しい記憶が作られるのです。田畑教授の研究室ではニューロンの活動を精密に解析して、シナプス可塑性の仕組みを解明しようとしています。またそうした研究の応用として、記憶力をサポートするスマートフォンのアプリの開発も行っています。こちらは学生とともに開発に取り組んでいるスマートフォンアプリ、スターチスです。目指すのは高齢になっても記憶力が衰えないように維持・向上させることです。知的な産業が増えていく中で、お年を召した方がなかなかこれから仕事をしにくいって感じているのは、やっぱり記憶力が耐えてきたということなんですね。実は有酸素運動を取り上げると結構改善できて、若い時に戻れるっていうことを体験してもらえば、多くの人がこれから高齢化社会を迎えますけど、みんなが現役で生涯過ごせるようになるんじゃないかなと考えています。音声ガイドや動画ガイドによって、スマートフォンを使えない高齢者も使えるように機能を充実させ、2024年のリリースを目指しています。日々記憶力の向上を実感することで、生涯現役で活躍してほしい。これが田畑教授の願いです。人間って人間そのものが分かっていないので、人間にとってどういう生活が一番いいかっていうのは実は分かってないんですね。で、脳のことをよく探ってもっと詳しく分かれば、こういう生活、こういう仕事の仕方が人間にとって一番豊かなんだよ、幸せなんだよってことが分かってくるんじゃないかなというふうに思っています。未来を開く冒険は続きます。